黒沢春樹のカルビーマック r d 三百二十 r 黒沢春樹は日本のレーシングドライバー。父は九百六十から九百七十年代にドライバーとして活躍した黒沢元春であり、兄の黒沢拓也、弟の黒沢翼もレーシングドライバーである。幼少期からポケットバイクに親しんだり、富士山の麓で開かれたモトクロス大会に何気なく出て優勝するなど、 二輪で才能を示していた。十代半ばで、モトクロスの SRSJ を卒業した後、SRS カートに入学し、レーシングカートの世界の扉を叩いた。父、玄治は、プロレーサーは、厳しい世界なのでどちらかといえば、消極的な立場を取っていたが、やる以上は、徹底的にやるという条件の下に息子をサポートした。ヘルメットは、この頃から欧州で活躍することを目指して、 日の丸をモチーフにしたナショナルカラーであり、これは40歳を過ぎた現在でもあえて変えていない。SRSF でスカラーシップを獲得し、全日本 F3 選手権を参戦経験した後、1997年に単身でイギリス F3 選手権に挑戦。チームメイトはマーク・ウェバーとイガラシ・ユーダイであったが、日本に比べてあまりに熾烈な競争にさらされ、 年間通して1ポイントしか取れなかった参上を目の当たりにし、一時はレーシングドライバーの道を諦めかけたという。しかし最終的にはレースの世界に止まり、全日本 F3、ホーミュラ日本を経てスポーツカーレースを中心に活動。1999年には鈴鹿 1000km の C、GT クラスで優勝を挙げた。2005年は M、テックエブロ NSX で、 スーパー GT に参戦し、GT300 クラスのシリーズランキング2位の成績を残した。その後も全日本スポーツカー耐久選手権をはじめとするカテゴリーに M テック製のエンジンの開発ドライバーとして携わった。またスーパー GT においても M テックエンジンを搭載している R&D スポーツから参戦した。ルマン十四時間レースをはじめとする海外の スポーツカーレースにも幾度かスポット参戦をしており2004年と2007年のルマンでそれぞれクラス2表彰台に上っている2012年からは GT300 のレオンレーシングのエースとして毎年表彰台に上がる活躍を見せた2016年菅尾ではスーパー GT3100 戦目を迎えた2016年の開幕戦岡山では自身9年ぶり チームにとっては初勝利を達成。2017年には最後の開催となった鈴鹿 1000km と最終戦、モテギで優勝し、ランキング2位の好成績を収めた。2018年シーズンは最終戦まで一度も表彰台に上がることができなかったが、4位4回と安定してポイントを積み重ねランキング2位につけた。最終戦のモテギで2番手スタートから優勝し、 大差をつけていた55号車が海に沈んだため、自身、チームともに初となるシリーズチャンピオンを獲得した。なお黒沢が四輪キャリアでシリーズチャンピオンとなったのは、これが初であった。このまま連覇に向けて、UO 賄心と思われた2019年9月、第6戦、オートポリスを前に、以前から才能ある若手がいれば乗せるつもりだったとして、 菅波冬悟にシートを譲る形でチーム監督に就任し第一線を退いた。ありがとうございます。